次の申し出がありますので順次これを許します。委員長、宮川典子君。おはようございます。自由民主党の宮川典子でございます。今日は学校教育法等の一部を改正する法律案について主に20分間質問をしたいと思っております。今日は浮島副大臣ありがとうございます。まずはですね、今回の改正案に至った問題意識とその経緯について簡潔にお伝えいただきたいと思うんですが、よろしくお願いいたします。白衣高等教育局長。お答えいたします。今後ソサエティ 5.0 に向けた人材育成やイノベーション創出の基盤となる大学等の改革は急務というふうに認識しております。そうした中、政府としては大学改革、そのアクセスの機会均等、教育研究の質の向上を一体的に推進するということで、今般大学等における就学の支援に関する法律案および学校教育法等の一部を改正する法律案を国会に提出させていただいたものでございます。このうち学校教育法等の一部を改正する法律案におきましては、大学等の認証評価において基準に適合しているか否かの認定を行うことを義務付けること、また一つの国立大学法人が複数の大学を設置する場合などに大学の判断により経営と教学の分離を行えるようにすること、また学校法人における役員の職務及び責任に関する規定を整備するなどのガバナンス改革を図ることなどを規定しているものでございます。委員長、宮川典子君。法律案の一つのポイントっていうのは、国立大学法人の理事の在り方が変わるというところにあると思います。学外理事が増えて、そして、の人数が強化されるということでありますが、ここにはどんな狙いがあるのかをちょっと伺いたいと思います。白衣高等教育局長。国立大学法人の理事に学外者を含めることについてでございますが、これは大学運営に高い識見を持つ学外の専門家や有識者の参画によりまして、国民や社会の幅広い意見、知恵を大学の運営に適切に反映させつつ、適正な意思決定やその透明性の確保など大学の機能強化を図っていく意義を持っているというふうに認識しております。今回の改正法案では学外者を複数含めることで、客観的、複眼的な外部の意見をより大学運営に反映させ、運営の透明性を確保していくことが可能になるというふうに考えております。このことは中教審答申におきましても、学外理事を複数名置くことによりまして、大学の経営力を強化していくほか、客観的、複眼的な外部の意見を大学に反映し、運営の透明性を確保していくことが必要であるというふうにされているものでございます。委員長。宮川典子君。はい、理由は大体そこ、狙いはそこなんだろうなというふうに思いますが、外部理事が増えたから、学外理事が増えたからいきなり学校の透明性が高くなるんでしょうか。そこが一番の大きな問題なんだと私は思っています。で、今回のこの改正案で一つよくよく考えなければいけないのは、確かに特に地方の国立大学、私立大学ともに非常に今経営が厳しいというのは、あえて私が言うまでもないことで皆さんご存知の通りだと思います。で、確かに学外理事っていうのはいろいろな有識者、そして指揮権を持っている方たちがいらっしゃるので、確かに学外理事というのは経営の立て直しの力を貸してくれる助っ人のようなものだというふうに考えていられるんじゃないのかなというふうに思うんですが、地方の大学や今ちょっとこう規模が縮小しつつある大学は経営ができないから生徒がいないんですか。そうじゃないと私は思いますよ。その大学がつまらないから学ぶ場としてなかなか成長してないのが生徒にも分かるから選ばれていないんだと思うので、たとえきちっと経営ができたとしても、そこじゃないところに実は子どもたちは、生徒たちは、学生たちは魅力を感じてくるんじゃないんでしょうか。そのことを考えますと、やはり大学が今すべきことっていうのは、飽くなき教育の質の向上の
追及であって、それ以上でもそれ以下でもないと私は思うんですけれども、そういう意味で、まあ、財政健全とか、例えば経営の改善というのは、確かに重要ではありますけれども、最大の目的ではないと私自身は考えております。だとするなら、この外部理事を増やすということは、どのように、まあ、今、私、自分の考えを申し上げましたけれども、どのように寄与するとお考えなのか、それについて、ぜひ、浮島副大臣のご意見を伺いたいと思います。浮島文科副大臣。国立大学法人法におきまして、理事は人格が高潔で、学識が優れ、かつ大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有するものであることが求められているところでございます。で、具体にどのような学会社を理事に任命するかは、各国立大学法人の判断によるところでございますけれども、例えば経済界のみならず、私学関係者、高度の専門職業人など、国立大学法人の経営について広く高い識見を有する多様な方が学外理事に就くことが想定されているところでございます。で、このように今議員ご指摘ありましたけれども、学校経営の立て直しの人材だけではなくて、多様な人材を大学に結集することで、大学が多様性を受け止める、そして柔軟なガバナンスを構築し、多様な価値観を持ち、そして多様な人材が集まることにより、新たな価値が創造される場になるということを期待をさせていただいているところでございます。委員長。三輪典子君。確かに今、副大臣がおっしゃったような効果は上がってくるんではないかなと思うんですが、ただ私はもともと教壇に立っていた人間として思うことは、何か教育の現場でうまくいかないことが起きると、すぐ新しい人を入れよう、こういう外部人材を入れようという話に短絡的になってしまってはいないかということに大変危惧をしております。本来だったら、学内でどうやってそういうことができるのかということを、もう少ししっかりそれぞれの大学で考えながら、そして、じゃあ必要であれば外部の人を入れようというふうに段階がちょっと違うんじゃないかなと。外部理事を入れて、そして中を何とかしようではなくて、中を何とかした上で外部理事が必要であれば入れていくというふうにしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。今副大臣がおっしゃったことは一つのある、まあ、目指すべきゴールの一つだというふうに思うんですが、まあ、ただ今私が申し上げたように、まずは内部浄化の力を教育の現場というのは強くしなければいけないと思っていますので、そこをもう少し力を入れていただいて、そして内部で浄化ができたからこういう外部人材が生きるんだという現場にぜひとも大学をしていただきたいなというふうに思っております。まあ、二つ目なんですが、まあ、これから大学ってどうあるべきかというのを非常によくよく考えなければいけないんですが、だとするならば、これまでの大学教育というのは、日本にとってどんな意味があり、そして子どもたちに、若者に、もうすでに社会人になっている私たちに、どんな意義があったのか、それをどう評価しているのか、まず副大臣のお立場で、そして文部科学省のお立場で聞いてみたいと思います。お願いします。浮島文科副大臣。これまで我が国の大学におきましては、自らの強み、そして特色を明確にした上で、それぞれの強みや特色に応じた多様な教育の研究活動を行ってきております。で、例えば人材養成の観点におきましては、世界を牽引する人材、また高度な教養と専門性を備えた先導的な人材、そして具体の職業やスキルを意識した教育を行い、高い実務能力を備えた人材、このようなことを各大学の機能を踏まえまして要請をし、社会の発展寄与にしてきたものと承知をいたしているところでございます。で、また大学は学術の中心でもありまして、現時点の強み、これを維持、強化にすること、ここにとどまることではなくて、普段の大学改革により、新たな強みを持続的に生み出していくとともに、しっかりと時代の社会を牽引するような新たな価値を創造することが期待されると考えているところでございます。で、文部科学省といたしましては、引き続き各大学の役割、そして機能の明確化、特色化、これを加速する改革をしっかりと進めてまいります。
院長。宮川典子君。確かに副大臣のおっしゃることは崇高な理念だというふうに私は思いますが、じゃあ今現在大学で本当にその狙った教育が行われているかどうかということはもう一回よく考え直さなきゃいけないと思うんです。それはつまりどういうことかっていうと、識見の高い学術者がある意味ではその教師側というか教える側にいて、そしてそれを学びに来る学生がいるわけなんですけれども、この教える側の人は本当に生徒の方を向いて学生の方を向いて仕事をしているのかということはもう一回考えなきゃいけないんじゃないでしょうか。委員の皆様それぞれ大学や、まあ、高等教育機関をお出になっていると思いますけれど、先生の顔覚えてらっしゃいますか。先生の顔ぜひ思い出してもらいたいんですけど、ご自身が授業を受けた教室を思い出して、その前に立っている先生の顔をきちっとはっきり覚えているかって言ったときに、この会場から手も挙がった方もいますけれども、この会場から苦笑いが出るということは、その先生の印象が薄いということ、印象が薄いということは、もしかしたらですね、背中しか見てなかった可能性があります。つまり、ご自身の研究には没頭されていて、確かに識見がある、そして高い技能を持ってらっしゃる、高い知能を持っている、しかしながら、でもそれは学生にとって本当に必要なものなのか、学生が求めていたものなのかというふうに、もう一回問い直すと、そこは全く 100%OK だとは言えないんじゃないかなというふうに思うんです。それはなぜかっていうと、私は自分が大学生の時から思っていたことでありますけれども、大学っていうのは、なんで19歳で行かなきゃいけないんですか。で、なんで22歳で卒業しなきゃいけないのか、私には全く未だ理解ができません。だって大学というのは、今まで初等、中等教育機関で学んできたことをさらに花開かせるわけですから、そのタイミングっていうのは別に19歳じゃなくても、20歳じゃなくても、22歳じゃなくてもいいわけですよね。ですけれど、一体こんな、固定観念というか、社会通念を一体誰が作り、そして一体誰がこうしてしまったのか、社会を、というふうに私は思っています。なんで60歳で学び直しちゃいけないんですか。30歳で学び直しちゃいけないんですか。大学が今、リカレント教育だとか、学び直し教育だとか、まあ、いろんなことを言ってますけれども、19歳や20歳の人たちに合わせて作ったカリキュラムで、60歳の人が勉強できるわけないんですよ。その人たちはもっと大きな社会経験を積んで、これまでのキャリアを積んできてるわけですから、その人たちに合うような教育ができて、初めて学識が広く、深く、そして大学というのは、まさにそれぞれの国の高等教育だというふうに言えるんじゃないかというふうに私は思っています。だから大学というのは、どんな世代の人でも学べて、そしてどんな経験をしてきても、その人の経験が生きる、そういう学びの場であるわけであって、ただただ若い世代の18歳で高校を卒業したら、なんとなく19歳や20歳や、まあ、もうちょっと浪人すれば少し後かもしれませんけれども、そういうふうに勉強をさせていく場ではなくてですね、いろんな人たちの学びの場に合うべきなんじゃないかなというふうに思います。ただ、はっきりここで私は申し上げますが、これはあくまで私見でございますけれども、私は今の大学できちっとリカレント教育、学び直しができる大学はないと思ってます。それはなぜかって言ったら、あくまで共に学び合う場ではなくて、教え込む、まだ自分たちが年齢が上で、学歴も上で、そして学識も上で、だから私はあなたたちに教えるんだという教授陣の集まりでは、私は全く経営が良くなろうが、何が良くなろうが、本来の大学の果たすべき役割を果たせないんじゃないかなというふうに思っていますが、これについて、副大臣、どのようにお考えでしょうか。
浮島文科副大臣。これから人生100年時代の到来や技術革新の進展等の中では、個々人の方々が人生の再設計をしてキャリアアップ、またキャリアチェンジが求められる能力、そしてスキルを身につける機会が提供されることは極めて重要なことであると私は思っております。でリカレント教育、今お話ございましたけれども、リカレント教育等の社会人の学び直しのこの拡充、これが求められていることも今事実でございます。で一方で日本の高等教育機関の25歳以上の入学者、この割合は OECD 諸国に比べて低いものにとどまっているのも事実でございます。でさらに昨年11月に中央教育審議会において取りまとめられました2040年に向けた高等教育グランドデザインの答申におきましても、今後高等教育機関は18歳で入学する日本人を主な対象として想定するという従来のモデルから脱却し、社会人や留学生を積極的に受け入れる体質転換を進める必要があると指摘をされているところでございます。そうした課題認識のもと、文部科学省におきましては、本年2月に取りまとめました高等教育研究改革イニシアチブによりまして、関係省庁と連携をしながら、社会人の多様な学習の形態に対応した学び直し、これがしっかりとできるように、短期ものやオンラインものを活用した社会人向けのプログラム、この新規の開発拡充、また学習成果の適正な評価の促進も含めまして、産業界や地方公共団体をはじめとする関係者との社会人学習者への支援の強化等に今取り組んでいるところでございますので、しっかりと取り組みを進めていきたいと思います。委員長。宮川紀子君。今積極的に取り組んでいかれるという話なので、そこを信じたいと思うんですが、私が大学1年生だったとき、同級生の一番最高齢は72歳でした。その彼はいろんな一般企業で大役を務めて、そしてずっと取締役をやっていたんですけれども、もう一度自分が勉強し直したいということで、もともと本大学、私のいた母校の大学の経済学部の卒業生でありましたけれども、文学部の、文学部哲学科、文学科哲学、哲学科に入りたいということで、入ってきたんですが、その72歳の彼が言っていましたのは、なんで今さらまた18歳、19歳の人と同じ勉強しなきゃいけないんだと。今までの自分のキャリアを大切にして、このキャリアが生かされるような大学入試があってもいいんじゃないかということを常日頃から言っておりました。私はその言葉が非常に耳に残っています。その22歳から、大学卒業してから70歳までのキャリアがあまり評価されずに、そしてまた同じ学生と一緒に入学をして哲学を学ばなきゃいけない。でも私たちが学ぶ哲学と、おそらく彼が求めている哲学は違うんじゃないかというふうに思うんですが、そこが対等にしか見られない、今までキャリアが生かされないというのには、私は非常に大きな疑問をその学生時代から持っておりました。ですから、ぜひこれからそれぞれの大学がもっといろんな層の人たちに目を向けてカリキュラムが作れるように、そしてそういう布陣を作れるようにもっと努力をしていかなきゃいけないというふうに思います。そうでないと日本の知力っていうのは永久に伸びていかない、そして人生100年時代には対応できないということを申し添えておきたいというふうに思います。とにかく日本が今目指すべきは、私はワンチャンス社会からの脱却だと思ってるんです。一回しかチャンスがない。高校も大学も大学院も社会人になるのも、大体一回しかチャンスがないんです。でも本来はそうであるべきではなくて、たくさんのチャンスがあって、それをきちっと選べる力をどうやって身につけるかってことが重要なのであって、このワンチャンス社会からの脱却というのをどうやってやっていくか、これは文部科学省に課せられた非常に大きな課題だと私は思っております。ぜひ、目の前に大きなチャンスがたくさん溢れていて、それをどうやって選ぼうかと、ワクワクするような未来を描ける、そういう教育の場をぜひ作っていただきたい。そして、高等教育の場をもっと充実させていただきたいと、最後にお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、石橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。